はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、スターホースポケットをやっていきたいと思います。オフサイドトラップ、なんかまた新しいイベントでも始まったかな。シーザリオ復刻ガチャ、これじゃないな。イベントログインとか感謝祭、サッカーボーイ、ハットトリック、オフサイドトラップ、これらで種付けしろというわけですよね。ということで、オフサイドトラップの株券をいただきました。オフサイドトラップか、オフサイドトラップか。SR なんですよね。 SSR ではない。まあポイってするのはもったいないんで、今後力士王だけつけますけど、はい、本題です。ですね、今回は型のハービンが3冠にいよいよ挑戦いたします。3冠とは何か、サツキ賞、ダービー、菊花賞、やったね、またコインが増えていきます。そしてこの3冠ですが、10月の4週ですね。もう一周飛ばそう。10月の4週に、その結果がわかります。疲労回復。おっと、そうだ。神社行きましょう、神社。お、お守りがある。お、ラッキー話、いきなり来た。行動しましょう。牝馬のお守りですね。
はい、バカ、いつお前かっていう感じですね。あと2週間、気がつけば。なんか調子が上がらないな。ああ、調子落ちちゃってるや。調子上げることに専念しないと。調子上がらないよ。やばいな、ちょっと調子が。どんどん悪くなってる。お、よくなった。さあ、菊花賞は出ます。なるほど。まあ、横乗り乗せるんですけどね。お、得意な大幅やん。いい流れですね。悩ましいですね、これは。ちょっと状態がね、あ、これ、馬体重増えてんだ。1.2倍、圧倒的な一番人気。グリグリですね。ウィンバリアシオン、オルフェーブル、フレールジャック。この辺に丸がついておりますね。オルフェーブル。これがオルフェーブルです。3冠達成。状態はそれほどでもないが、果たして、達成できるか、オッズでも1.2倍、圧倒的です。なんで、まあ、バレンで1.6倍、タンで2.0倍か、オルフェーブル。はい、オルフェーブルが最大の強敵っていうのは、まあ、間違いないようですね。レースです。ババア大幅、このまま、道悪得意ですので。明らかにプラス要因っていうことは考えられますよね。菊花薫、この時期に毎年展開される菊絵巻。3000m の長丁場は騎手の腕の見せ所です。いざ
3冠へ菊花賞 3000m。 なかなかいいスタートを切ったようでありますが、典型的な逃げ馬はいません。果たして何が行くか押し出されるようにして、ユニバーサルバンクが先頭です。その外スーッとハーバーコマンドが上がっていきました。それからもう一頭3番フレールジャック、その外からは7番カタノカービン、そして5番手に1番ベルシャダールであります。それから6番フェイトフローオー、ドウセンダー、内を通ってダノンミル、サダムパテックが並んでいっています。12番湘南マイティ、そしてその後ろからウィンバリアシオン、その内からは5番オルフェーブル。もう一度先頭から順番に参りますと、先頭10番ハーバーコマンド、わずかにリードしている4番ユニバーサルバンク、下がって2番手ちょっとばらけてきました。内から1頭3番フレールジャック、片野カービンと横山典弘、名コンビはここにいます。今4番手ですね、正面スタンド。そして外からはサダムパテック、ダノンミルがそのうちにいます。ちょっと離れて12番湘南マイティであります。そして内からは11番ウィンバリアシオン。この位置が果たして吉と出るか京都出るか、先行馬としてはまあ理想的な位置なんですけどね。もうちょっといつもは後ろにいてたよな、6番5、6番手ぐらい、この1番とか6番の位置いたんだよな。オルフェはほぼ最高峰ですよね。これ届くのかな、大幅ってこともあるからな。さあオルフェどこから上がっていくんだ。まだ上がってこないオルフェーブル。さあオルフェーブルが仕掛ける素振りを見せたが、むしろ離されていくぞオルフェーブル。一方カターハービンも5番手、案外伸びないぞ。なんか外からかされていて、あ、ここで仕掛けていった。なんか後ろも別の馬が来て、ウィンバリアシオンとか。さあオルフェーブルがもう強襲してくる、前をかわせるか、どうだ、勝ってるかな、勝ったかな、三冠いったかな。写真写真写真か、おお、いった、やりました、三冠達成です。すごい。参加達成ボーナスなんてないんだろうか。やりました。素晴らしい。文句なしですね。ショートケーキ6つ獲得。一発ドリンクもたくさん手に入れました。さあ次はどうしましょう、有馬記念かな、ジャパンカップという手もあるかもしれない。確か最近知ったんですが、勝てば勝つほどジャパンカップ、ちなみに有馬が何百枚、ジャパンカップが1000枚か。ジャパンカップ行かせる手もあるよな。まあ一旦放牧させましょう。あ、でもちょっと疲れは溜まってるみたいだな。
もう入居できる状態ということで、最も2400がベストの距離ではあるんですよね。まあひとまず考えます。仕上がり次第ですね。 WBC に出す手もありますし、まあここは細かい賞金を逃したくないっていうのはあるんで、次のキューティーか。はい、ではまあ次走はまた考えます。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでは、チャンネル登録者数1000人を目指しております。はい、この動画の下、タイトル欄の右にチャンネル登録ボタンありますので、まだされていらっしゃらない方、ご協力よろしくお願いします。また高評価、コメント、この動画の SNS など拡散も歓迎しております。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。この動画最後の20秒で、関連動画、動画プレイリスト流れます。お時間ありましたらそちらも見ていただければ嬉しく思います。また動画のプレイリストについてはですね、チャンネルをお持ちの方でしたら、動画のですね、まあプレイリストのブックマークもできますので、そちらもよろしければお願いいたします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。